ロレックス、はい、いやもう最高級じゃないですか、はい、エクスプローラー、はい、というもちろん知ってますよ。デイトナーの16520、はい、というモデルなんです、はいはい、2世代前のこんなの何でしたっけ。いやあのこれも年々上がってるですよ ね, ですね。あ、いらっしゃいました。いやこれはやばいでしょ、これはもう誰が見てもやばいでしょ。おじやそ前園正清のおじさんだけど遊んでもいいですか、はい、ということで、はい、お願いします。今日はやってきました、はい、銀座です。銀座ですね、あまり来ることはないですけれども、はい、今回の企画がですね、池押しには、はい、必須のアイテムをちょっとこう紹介していこうかなと。車じゃないですか、憧れるようなものじゃないの、はい、そうでしょ。そうです。あ、ちょっと早速行ってみたいと思います、はいはい、何ですか。ほう、あ、時計ですか。時計です。はあ、なるほどね。池押しといえば。ああ、確かに確かに。はい。ああ、わかるわかる。うん。今日はですね。うん。ブランドが、はい、まあ、これです。ロレックス。はい。いやもう最高級じゃないですか。はい。ですね、憧れですよ。これをですね、はい、今日価値のあるロレックスをですね、はい、うん、教えてもらえるということで。あ、マジですか。はい、特別に。あ、ちょっといろいろ聞きたい。はい、はい、ちょっと早速行ってみましょうか、はい、行きましょう。はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。わー、すごいすごいすごい。お名前を伺っても。畑野です。畑野さん、はい、よろしくお願いします。普段来ます時計屋さんは。いや、そんなに行かないですね。しかもロレックスは僕は一度も手にしたことはないです。あ、なかったんですね。はい、そうなんですよ。誰でもやっぱりこう憧れる時計ですから、はい、皆さんがね、今日詳しく教えていただけるということで、はい、よろしくお願いします。いわゆるロレックスのスポーツモデル、はい、あ、スポーツモデルの部類になりますね。はい、まあ、エクスプローラーというモデル、はい、もちろん知ってますよ。ご案内させてます。これとサイズ的に40ミリぐらいですか。こちら39ミリになってます。39ミリですね、はい、すごいかっこいい。わ、やっぱりエクスプローラーやっぱシンプルで何にでも合うって感じ。品があるし大人の時計って感じがします。かっこいい。初期の方ですと、うん、よく見えていただくと369、はい、これがブラックアウトしているんですね。要は夜光投与がない。はあ、はあ、はい、あ、でこちらはありますよね。あ、なるほど、はい、はで初期ダイヤルの方がやはり希少性という意味で高い、価値が高い。なるほど、はい、元々はもう少し低価あれだったんですか、ね、価値がどんどん上がっていくってことですね。そうです、そうです。ですからそのリリース当初っていうのは50万円ぐらいでした。はい、はい、なんかそういうイメージで50万、60万ぐらいの、はい、ある程度ちょっと頑張れば買えるかなみたいな、はい、10年、20年下がるんで。そうですね、もう倍以上。倍です。倍になってるんです。次はこちらのデイトナの16520、こちらをご案内させていきます。はい、現行の2世代前のモデルになってます。はい、デイトナってこんなの選んでしたっけ。いや、あのこれも年々上がってるですよ ね, ですね。結構今人気あるんです。そうですね、現行ですとそちらにあるセラミックベゼルのモデルになるんですけど、はい、これはまたその前、はい、そっか、はい、で1個前の116520、こちらです、はい、から自社ムーブになってまして、その前のゼニスムーブメントのリファインの L プリメルが入ってるのがこのモデルなんですね。あ、なるほど、はい、イメージ多分されてるのはリーマンショックぐらいの時、はい、そうですね、が100万ぐらいです。100ちょ、そうですね、高い最終品番の P 品番でも135万円ぐらいでしたので。はあ、す
げえな、はい、そこから起算するともうものすごい加わってしまってますね。でいろんなブランドさんありますけど、やっぱりロレックスの価値ってなんかすごい上がりますよ ね、 そうですね、やっぱり、まあ、これは他のブランドではない動き方だと思いますね。ないですもんね。そのロレックスの中 の、 そのディティールによってその生産されている数、はい、まあ、これは少ない多いっていうのがあると思うんですよね、はい、その希少性というのがもう年々知れ渡っていったと、はい、やっぱりこのインターネットのが普及してから、うん、もう20年で相当情報量が増えてると思うので、はい、その中で希少性とか、はい、より皆さんに浸透してきた証拠だと思うんですよ、はい、初期ダイヤルから、はい、7型まであるんですけど、はい、それで値段が全部変わってくるような、はい、なるほど、はい、ですから同じモデルでカテゴリーが分けられてしまうというのがロレックスなので、うわー、白の文字盤もかっこいい。そうです、これもご案内した1個前なんですけど、いわゆる白じゃなくてこれクリームに。あ、クリームなんですね。あ、これもここ3年ぐらいの話で、はい、普通に、はい、ほんと5年ぐらい前まではホワイトダイヤで流通したんです。あ、そうですよね。そうです、よく見ていただくと白じゃないんですよね、クリーム色。あ、本当だ、価値が出た。本当に最近なんです、本当に。これはまたそのじゃあ例えば10年後とかにまたこの金額が500よりも上がるみたいな可能性やっぱありますよね、うん、可能性はあるでしょう。逆も当然ありますよね。あ、まあまあ、はい、ただやっぱり、まあ、その例えば20年30年という編成を見てると、はい、まあ、基本的にはこうやって上がっていってる形ではありますよね、うん、まあ、そこもやっぱりロレックスの人気の要因なんで、うん、そうですね、はい、じゃ次は最新のモデルで、はい、最新こちらの GMT バス。GMT これよく見ていると、はい、リューズが左上にあるんですよ、はい、通称レフティーと言われる。本当だ。え、それは毎回何本か作るんですか。いや、初めてです、ロレックスは。他のブランドはあったんですけど、はい、初めてですね。でこの人気のカラーリングの中で、はい、黒と緑という配色で始めてました。新しいんですけど、はい、まあ、値段が下がってるんで、オートも安いです。あ、そうなんですね。出てすぐの頃は500万円以上しましたので。そうですか。はい、でも、そういうのもあるのか。そうです。これがですからその、うん、ロレックスに限らず他のブランドもレフティって出してるんですけど、はい、じゃあそこまで有名、メジャーな、はい、ポピュラーなモデルかっていうと実はそうじゃなくて、はい、それをロレックスが出したんで、はい、ちょっとふわっとはなったんですね。なるほど。なんで今後はちょっと要注目かもしれないですね、動きは、はい、なるほどね。次はこちらですね、はい、このグリーンサブ。グリーンサブ通称ハルプ、はいはい、で現行がこちらで1個前です。はダイヤルカラーもグリーンになっている、はい、本当だ。こちなみにリリース当初は60万円ぐらいです。マジですか。はあ、これはちょっとやっぱ予想できないですよね。さすがに。本当ですよね、はい、でも変わったのはこれ、まあ、ほぼその文字盤がグリーンになったっていう。なってますね。あとはそんなに、はい、はあ、初めて出た時って文字盤が緑色って、はい、確かにどうなんだと、まあ、ちょっとね、はい、こう勇気いりますからね。一般的に最初はやっぱりなんで緑色なんだから始まるんですよね。はあ、そっかそっか、はい、確かに。で馴染まずこうやって過ごして、うん、みんながそれに気づき、はい、この編み込みのハルクと合わせて、はい、欧米とかからトカッと人気が出て、はい、日本の中の後なんですよ、はい、最初に海外です、これ。かー、そうなんですね、面白っ。最初にご案内したエクスプローラーのエクスプローラー、今日の服に合いますね。シンプルな形ですので、はい、まあ、服も合わせやすいです、ね、そうですよね。 TP を関わると使えるものですね、はい、スーツにも合うし、かっこいいね。
ちょうど10年前で160万ぐらいですかね。はあ、今もう生産してない。してないです。生産やっぱり終了したやつっていうのはまたより価値が上がってくる、はい、ってことですね。2000年に終わってますね。ですよね、はい、その時買った人たちってこんなに上がると思ってないんだろうね、はい、どうなのかな。定価は65万円のタックスです。買えばよかったですね。いやそれ分かんないんだよね。それがさ、はい、正規店頭付き合いがあった方、百貨店頭付き合いがあった方は、はい、当時その金額タックスプラス、はい、百貨店カードとか面白かったはそれ以下で買ってるはずですね。確かにそういう意味で一番価値上がってますか。そうですね、先ほどご案内させていただいた中ではダントツです。ですからその時こればかり集めてる人いましたからね。あ、そうですか。先見があったんでしょうね、狙ってたから。私のお客様いますよね。本当ですか。面識別に集めてたから狙ってたか、単純に本当に好きで、そのシリーズがっていう、それが今はみたいなね、はい、もう人資産ですよね。いや本当資産ですよ、うんうん、今でこそそういう、まあ、投資というワードが使われてますけど、うん、その時ってやっぱり皆さんそこまでは意識してなかったと思うんですよね。ですよね、その当時はですよね、はいはい、で結局その言葉が使われた時っていうのも遅くて、はい、もう多分やってるんですよね。確かに確かに先見がある方たちは、うん、ああはいはいはい、これがここなだけで全然イメージが、うーん確かにこのレフティーもいい感じしますね。これはもうこのカラーだけなんですか。そうです、今のところ。今のところ今後わからないですけどね、展開的に。これは本当今後要注目です。あそうですか、注目ですね。かっこいいですよね。これはどうですか。ちょっとあれですよね、うん、飛抜ではないですけど、はい、でもその方がなんか似合いますね。色がついてる方が、うん、かっこいいよね。かっこいいですよね、うん、つけると思ったよりもなんかこうあんまりこうなんていうのかな、 なんていうのかつけやすいというか何にでも合いそうな感じはする、うんうん、かなり違いますよね、全て印象が。ほんと違いますね。お前さんにおすすめのモデルは僕の方でも用意してますので。そうそう、楽しみに。あるらしいです、まだ前田さん限定の限定です。いや、俺の限定なんかないですよ。え、まだあるんですか。ございます。ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。あ、別の場所ですか。はい、こちらに、はい。もう特別感があるんだけど、ちょっと。こちらは先ほどの店舗の38と違って、クォークサウンド東京といいまして、はい、あの高額ラインというか、レディースと、はい。こちらの方でご案内させていただきたい時計は、はいはい、店頭には出してなくて、特別に裏から。怖い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 。そうなんですか。ここには置いてないんですか。置いてございません。ほう、そういうのあるんですね。はい、特別に見せていただけるんですか。もちろんです。こちらの奥の個室へご案内します。個室ほど怖いものはないからね。わー、失礼します。こちらの奥の個室ですね。あ、はい、ありがとうございます。はい、うわー、どうぞおかけに。はい、350万円のソファーですけど、どうですか、いかがですか。え、そうなんですか。はい、350万ですか。はい。めっちゃ座りやすいですよ。そうですよね、本当に。はい、本当に。ちなみにカーテン200万円です。本当ですか。カシナですね。はい、あ、カシナ、これカシナじゃないですか。違います。あ、こっちはカシナなんですか。はい、触り心地いいですよね。まあ、そうですね。そう、惜しい時計を今ご用意させてください。はい、すいません、はい、どんなの出てくるの。ちょっと、あ、お待たせしました。はい、じゃあこちらですね。これはロレックスの初のプラチナ製となった116506というものですね。うわ、
これ文字盤なんですか、はい、アイスブルーです。アイスブルー、はい、プラチナ専用の文字盤ですね。ひときわちょっとぜひ試着していただいて重さも体感してください。ちなみにこちら今1800万円です。1800万円、はい、当時の定価は、800万円ぐらいですかね。すげえ。これもあれですね、木村拓哉さんがつけてちょっと話題になりました、当時、はい、ちょっとやっぱ重さが、うん、ずっしり感ありますよ金額は乗ってるのかもしれないピークで2500万ですね、去年の1月。今そこまで高いなんて、そのとなぜあれなんですか。これはやっぱりまあ素材の問題もあると思うんですけど、金麦、はい、自体やっぱり生産数が減ってると思うんですよね、はい、単純に。なのでまあ流通しているもあの本数とやっぱり需要と合ってない。なるほど。という形だと思います。ただこれも先ほど同様に今みんな下がっている状況ではあります、はい、これはすごいよ。いや文字盤綺麗だな。ちょっとシルバーに角度によってはちょっと見えるけど、ブルーがこう見えたり、うん、ちょっとブルーに見える。こちらが結局50周年に生産されて今年60周年なんですよ。はい。ですからこれも今年 の動向は気になるものです。なるほど。なので毎年1月2月で正直売れます、動き出します。そうなんですね、はい、3月に発表されるんですよ新作が、はい、そこでなくなる可能性が噂されるんですよ、うん、はい。なのでここ3、4年毎年この時期にざわざわする時計です。もうロレックスマニアっていうかロレックスを知り尽くしている人たちはもうそういうのは敏感にやっぱり感じてるんですよ ね。もうずっとロレックスやっぱつけてる人はもうそれでずっと行く人もやっぱそうですね。もちろん同じモデルを何回も買い替える方いらっしゃいますし、はい、はい、千葉あたりに家買えるよねそうですね。いやでもそう実際、いや実際そうですよ。そうです本当にそうです家ですからね。では本当に家みたいな時計を今お持ちしてよろしいですか。え、まだあるんですか。この上にこのもちろん前藤さん用に用意したんですよ。ぜひお似合いになると思うんで。この上ですか。この上です。とりあえず外していただく、はい、怖い。え、この上があるんですか。どういうこと。3000万ぐらいじゃない。3000万ってもう3000万って言ったら結構もう都心のちょっと中心はあれだけど、普通にマンション、立派なワンルームマンションは買えますし、前園さんも座り方が350万の椅子じゃないですよすいません、忘れてました居心地が良すぎてそう言われるとルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。長らくお待たせしました。いやちょっともう色あちょっともうまだ見せない。もうちょっと違わないですかいやこれはやばいでしょ。これはもう誰が見てもやばいでしょっていうか見たことないですよそれなかなか見れることはないですね。ですよね、はい、それはですねデータの116595RBOW レインボーダイレインですね。待ってこれ。ファイですね。で、食べダイヤ。うわぁ、ちょっとこれ。レインボーのインデックスになってますね、さらに。本当だ。ラグにもダイヤモンドが入ってます。本当だ。ほら。嘘だこれ。うわ、ここの部分はこれは何ですか。エバーローズゴールドですね。エバーローズって言うんですか。はい。ピンクとかじゃないんですね。ピンク、まあ、いわゆるまあピンクなんですけど、はい、ロレックスの場合そこにプラチナを入れてて。酸化しづらくなってるんですよ。すげえ知らなかった変色しづらいピンクゴールド、はあ、これはもうさっき、はい、いらっしゃる前に言ってた値段とかじゃもう全然ないですよ。その倍にいって3000万ぐらいのかなっていうふうになんとなく言われる、はい、もうそういう俺は違うと思う本当に。もうだっていや奥行くぐらいの僕は時計だと思います。さすがの
目利きです。1億1000万ですね。なんか椅子が可愛くなってきた。椅子の値段が去年の金額で、はい、今は9000万円でございました。安くなる。いやいやちょっと待って、そう言われると下がったなと思うけど9000万。まあでもそうなるだろうね。もともとは定価ですか。はい、定価は2500とかですか。えっって、いやいや安くはないんだよ。もともとはそうだったんですか。はい、それぐらいですね。定価で買える人いないですけどね。おそらくご案内が来ないはずなんですよ。ああ、はい、そうですよね。そもそもですね。このモデルはもう一つですか。言われた。今は一つです。一つ、はい。でも買う人がいるってことですよね。でも多分こういうの、そうですね、そういう1億近いわけでしょ。どうやって買ってんですか。その人たちは現金持ってくる方もいらっしゃいますよ。こうやってガラガラっと、なんだか危ないんで振り込みはいいですよとは言ってますけど、まあまあそうですよね。試着をぜひ。いやこれはいや、つけちゃダメだと思う俺は。試着だけでも。高級マンションですよ。ちょっと見てよ。もう撮ることないと思うよこの番組でも。そうですよね。このきらめきちょっと。やっぱりこのローズの品の良さというか、花の摘みというか、確かに結構一回するとですね、本当癖になりますよ。はい。ちょっとすごいよこれ。合いますよね。でもこの色味がすごい。確かちょっとニットとね、合います。なぜか知らないけど、はい、今日このニット着てきたから。はい、ぴったりです。うわ、いや、こういうのを買える人がいるんだよね。これこそ投資とかではなく資産性として購入されるものなんですね。そっか。仮にこれが手に入ったらもう置いとくよね。もうディスプレイだよね、なんか。バンとかその辺当たりたくないもんね。車乗っててこうぶつけたりさ、車の中で。もともとはやっぱり資産として考える時計がやっぱりロレックス、うん、いやと思うわ。投資とかっていうそんな言葉じゃないんだよね。多分もう資産なんですよ、そうですね、ロレックスは。おじやそ、これがロレックスの世界ですよ。いやちょっと、いやびっくりした。ロレックスのこう価値がもう上がってるっていうのは もちろん知ってましたし、そういうのは。ただ実際見て話を聞くと、それは自分の資産として、時計が、ロレックスの時計を皆さん持ってらっしゃるんだなっていう。さっきのやつはどうですか、はい、今まで出会ってきたロレックスと。レフティと、はい、あとはもう一番最初が僕が言ってたエクスプローラー、あれはちょっといいなと思ってますよ。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、やっぱロレックスすごいなと思ったね。ロレックスってはもう時計の中でもやっぱり僕はキングだと思うんで、改めてまたこの年齢になってみると欲しいなって思いますよね、うん。まあでもいずれにしてもやっぱり物がやっぱりいいですから、もう資産としてやっぱり残せるっていう、その価値がやっぱり今日改めて確認できましたね。ぜひご検討ください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。なのかな。なかなかでもあれ選手も生まれないでしょうね。そうだね、はい。まあ、うまいっていうのは分かってたんですけど、うん、一緒にやってより分かりました。ヒデさんのやつどんどんでして、えもう勇気あったよ。2時間半かけて、もうしんさんが常に車で乗せて行ってくれた。2時間ぐらい何喋って。いや僕寝てるんですよ。え僕寝てるんですよ。